最近ねサラバンでね全長引いて770ゲーム載せたんだよ。正直あれでうちの絶頂生活は終わったと思った。もう無理だ。最高が今まで515ぐらいだったんですよ。700はしびれたね。めっちゃ継続したんだけど、それでもやれすぎだよね。もう二度とないです。そういうさドラマがあるからこの台は面白いよな。本当にどんなに負けても好きだもんね。さあなんかボーナスちゃんと60ゲーム取れてんのに乗らなかった。60が限界らしいと思う。80まで行った時のドキドキ感大好きなんだけどな。はい、というわけで736枚からの帰ります。初期ポイントがゼロだったっぽいな。これ多分あと2ポイントぐらいで貯まるとは思います。ゲーム数がちょっと心もとないんで、そろそろ助かる。ゲーム数心もとなかったから助かる。何かな。なかなかないよ、お弁当でこんなに乗るの。いや美味しいお弁当だ。2万ゲーム十分十分です。本当は2万ゲーム欲しかった。まだ足りてねえのか。そうそう全然届かねえ。結構引いたよね、1枚だからね。次だね。なかった。さあ、まあ一応前回は天国だったんで、その後どうなるかなというところなんですけど、ちょっと前々回を加味するとわからない感じになっちゃってるんで、いてくれたらハッピーかな。あとは頑張ってレア子役を引きまくる、引きまくる前になること。チャンス目がしばらく来てないね。出だしのチャンス目だけで。あと1ポイントだなと思い出したら急に引いてこなくなっちゃった。1枚役もう1回ボーナスいたらちょっともしかしてと、もしかしたら本当に絶頂を狙えるパティンじゃないかなと思えるんだけど、まあ、ここまでのモード移行とか動きは全然触れる。フォーチュンか、弱い。もったいないことをしたよ。結構大事だからね、押すポイント。弱者仕事する。弱者仕事しない。やっぱ1回だけのさ、そのAT でね、最初に入った AT で蹴りをつけようというのはお門違いなのでね、なかなかそんなうまくいかんよ。細かく細かくいきましょう。まあ、できればここで580ゲームとかになった方が嬉しいんだけど。さあ、おそらく天国は抜けてしまったようですので自分で頑張るしかないで、ちょっと200までギリギリ足りない。100ギリギリ足んない。ちょっと踏むぐらいで終わる。1ゲーム右、もうちょっとなんかしない。お隣さんが絶頂や。ただ今のはレア子役で上がっていったのかな。いやでも微妙だったな。じゃあこのメダル全部とこの台と交換しませんかって交渉したら交換してくれるかな隣の絶頂の人なんならこの残りのパッキーもあげますって言ってくる。今この時代パッキーって言わないんだよね。昔パッキーカードっていうのが売ってた。あと100ゲーム、100ゲームもあると思うのか、100ゲームしかないって考えるのか、ね、人の気持ちは変わるよね、それだけでね。ちょっと近くで言うと100ゲームしかないって思うタイプなんだけど、強欲なんだよね。
500ゲームぐらいあるともう一生遊べんなと思うんだけど。今うち両サイドが青七が当たって青七と青七に挟まれてるね今。うちのも青七になるかもしれない。すごいことが起きるかも。中左左。あと今鏡鏡に挟まれてる。全く同じタイミングで。うちも追いつかないと。とりあえずこれで200のマップには入れるんで。まああとはね、その他もろもろの挙動に関しては。ゲーム数とかで、ゲーム数というか回してゆっくり見ていかないといけないからやるしかないです。あとは朝から300ゲームも AT 続くなんてこんなにありがたいことはないよ。帰るよもう。プライベートでも絶対に帰らないから大体全部飲まれて終わる。しょっちゅう笑顔。50ゲームしかなくても笑顔。てかもうこんだけ出てる時点でもう満面ですよ本当に。満面の笑みです。なんとか引っかかってもらいたいこと200で。さっきのは多分天国なんで A じゃないな。 A をどんだけ浅くねごまかせるか本当に大事だからね。鏡さんお話ししてくれなくなっちゃったよ。ただもともと結構パッツロー打てる時の横顔が怖いってすごい言われる。そんな怖い顔してるつもり1ミリもないんだけど、なんかムスッとしてるって。パッツロー楽しくなさそうに打つよねとも言われた。全力で楽しんでだからその一人で打ってる時の内心の状況を声に出すと今ここで喋ってることがの丸々そのまんま。どんな顔でもこうやって思って常に打ってるからそんな風に思わないでほしい。めちゃくちゃ楽しんでるから。鼻鼻とか打ってる時ですら頭の中でこれぐらいずっと喋ってるよ多分。たまんねーとか一人で思ってるもん。いやでもスタートダッシュとしてはもう絶好調よ。完璧です。そうなし2おももなしと。はい、というわけで1322枚とりあえずまとめてサクッと獲得して通常の世界に帰ります。いたーやったー。これがあるから面白い。さあ2おもんプロの実力を見せてやりましょうか。最近ね扉出ない症候群なんだよね。出た出た。ちょっと真剣な顔になれば一緒。リプレイじゃ無理。さすがにリプレイじゃ無理。大丈夫。最悪7を揃えるっていう 最初手段が引きたいな引きたいな。500引いたのか1枚やかな。あそっちね。持ってる 4% くらいリプレイ確か。あ簡単だなこの台。すぐこうやって調子に乗ると全部飲まれるんでありがとうございます。常に感謝で。まあ実はさっきの液晶のボタンが裏ボタンだったってことですね。あみんなやった方がいい。開くから助かった。首の皮1枚でした。いやーよかった。はい、というわけで246ゲームかな。ちょっとゲーム数が微妙なとこになっちゃった。あ、246ゲームですね。はい、246ゲーム二王門からの引き戻した。この50ゲームがあるかないだけで、あるかないかだけで本当に変わるからね展開。どうなるか分かんないよ。この50ゲーム内でメダルを増やしたままフリーズするかもしれないじゃん。
パチスロっていうのはもう本当に1レバー音先がわからないから面白い。どうとでもなる。やっぱね、番長は AT 性能の良さがちょっとすごいですからね。セイントセイヤと番長サラバンは AT の性能はすごいいいよね。通常上お肉そ辛いけどあと6でも負ける。両方に共通して言えるのがすごい。そのね、バランスをいい台を作るっていうのは本当に難しいことなんだなと、いろんな台を打ってて思います。お弁当やっぱり食べな今日。エスパーなるみに名前変えようかな。いやお弁当ですね。でもさっきお弁当に散々世話になったからさ、文句あんま言えない全然ゼロじゃないからね、いろんなことが。チャンス目を待ってるんだけどね、ずっともう335ゲーム間チャンス目引いてないんですよ。でボーナス中も加味すると500ゲームは軽く引いてない。頼みますよ。あとは狙わせてほしい。あ、下パネがピカピカしてる。しかもなんかちょっと弱い方のやつ、なんだろうこれ。1パネかな。お滑るチャンス目だね。はい、500。はい、いや大事だよ、強く自分のね願いを伝えるのは。しょうがないから10分の1ぐらい上げようかなという気持ちになるかもしれない。今まで結構言いながらこうプッシュしてきた中で有効だとして使えてるのは2万。2万一番効いてる。いいよ、まあ、当たっちゃおう。ボーナスもゴー。おかえり。プラス状態だったからワンチャンあるかなと思ったけど、しょうがない。やっと引けたよチャンス目。はい、1526枚。頑張った。2本なし。なんかソラバン全体的にね出玉ついてて楽しいね。400で刺さるとこれもまだまだ伸びますけどね。あとはあれだね、設定差の大きい部分を上を見据えるんだったら引いておきたい。やっぱりいかに子役で刺すかっていう部分、A をねどう頑張るか。だからそこの上手い下手で若干出玉は変わるよね、このダイブ。若干というかかなり高設定だ。フリーズがそんなに強くないから本当に大事なのは奇数の時ぐらいで、天国に上げるのが本当に大変だからね。上げても天国中にレア子役で刺さないとループしないし、難しい台だよ本当に。お弁当は怪しくないでしょ。今日の目標はいただきスラッシュと乾燥だな。しばらく引いてない系のものを。スラッシュはね最近引いてんだけど反応しないんで、ちょっとこうやってやりたい。その雫ステージは基本的にリンクしてるんだけど 100% じゃないんで、なんかまあこう不思議な動きの時とかはできるだけ折った方がいいですね。だから内部がプラスなのかそうじゃないのかっていうのも 100% で見抜けるわけじゃないっていうのがまた難しいところなんで、これは多分雫に行きますね。フリーズもしばらく引いてないな。最後に引いたの半年ぐらい前じゃないかな。その日仕事だったんですけど、顔パンパンに腫れてて、なんか歯茎が腫れちゃってさ、まるでゴリラみたいな顔になってて、霊長類最強やな、うちの今の顔と思ってたんだけど。
その日にいていて言いながらサラバン打てたらフリーズした。ご褒美がこうサラバンの島を見てるとみんな鏡さん好きだよ、みんな好き。だいたいボーナスの召喚も AT も鏡さんだもんね。わずかこの機種だけでこんだけの人気を作り出したのはすげえよ本当に。オリジナルコンテンツにこんだけ自信のあるメーカーもないんで、あんまり今版権頼りになってしまいがちじゃない、どうしても。それを知ってるから打つみたいな人も多いからさ、バンジョー一つのブランドとしてもこう成立しちゃってる。そういうとこ含めても、しかもそのこうブランドの安売りをしないから、そういうとこ含めても私はダイドが本当に好きです。はい、チャンス目速発展、すごい熱いかって言われたら別に速発展でもそんなでもないけど、研修に行ってもらいたいですね。トドロキステージ一人ぼっち、そして、ね、うちのチャンス目は儚く散ったよ。12.5 パーって思い続けてると当たんないんだよね。どうせ当たんねえべぐらいの感じでチャンス目引いてた方が刺さる。打てば打つほど本当に今まで絶対的に信用していたものが崩れ去っていくのがサラバンなんで、もう研修もう多分5回ぐらい外してるから、まあですよね、1回全然もう2本も全然外れるし、枠がレインボーに光るまでは何も信用しないから。あ、これぐらいのハマりはサラバン打てたら何回かは絶対に来てしまうので、ここは本当はいただきで突破するのが一番いいんだけど、それも前半はほとんどね、いただきでどうにかこなしてますから、まあまあまだ可愛いもんだと思う。ただ全部飲み込むのはやめて、本当にこちらをご覧ください。さすがのうちも笑顔が消えるよ。まあ、今のがね、ただただガセで選ばれちゃってたとしたら、それマップレベル4はあるんで、振り分けが違うマップにも、まあしゃあない。演出が不思議だったからちょっと引っかかっただけで、定格での弱チェ解除が見たいね、何よりも。あれ私かなり信用してるんで、1回ないし2回出たらもう覚悟を決めて全突破だと思ってる。本当に見れない下だと。私今まで打ってたサラバンがことごとく低設定で、まあそれでも楽しいからいいやと思って打ってたんだけど、やっぱり上は挙動本当に違うからね、見えにくいってだけで。おっとっと、おい、弱者。さあ、まあ9割9分9厘天井だと思う。しょうが、天井ちょっと恩恵あればよかったんだけどな、せめて60ゲーム以上確定とかだったらよかったね、ボーナスがね。天井に行くうまみがない、ただ絶望なだけじゃん。それやっちゃうとね、かなり優しい台になってしまうからしょうがないんだけど、いつもなんかこう年間収支どれぐらいやられてるみたいな話とかをしててさ、いや相当やられてますよつって最高額を言うとドン引きされるんだけどさ、あーでもサラマン好きだったらしょうがないかもねって大体言われる。どんだけ恐れられてんねん。やっぱ怖くて打たないって人多いですね。そう、高設定でも安定して勝てるわけではないっていうのをみんな思ってるから恐ろしいっつって。面白いんだけどな、勝った負けた置いといて打ってて一番面白い台だよ。でどうせだったら打ってて一番最高に面白い台で勝ちたいじゃない。だからついサラバンに足が向いちゃう。爽快感が違いすぎる他の台と比べて。わわわ、笑う角には福来たる。はい、で
というわけで始まりました笑う門には福来たる。本日はこちらスロットスーパーゼクスさんをお借りしまして、笑う門収録ということでお邪魔しております。どうもナルミレイです。あなたのナルミレイです。はい、2回言いましたけどナルミレイです。覚えてくださいね。はい、というわけでですね、前回同様ですね、こちらスロットスーパーゼクスさんで笑う門ということでね、遊びに来ているんですけども、もう私としては非常に慣れ親しんだホールさんでございます。今回の笑う門、流れはですね、どんなに辛いことがあっても常に笑っていれば、いいことが訪れる。そしてね、常に笑顔でいることで皆様に、見ている皆様に笑顔を振りまければいいなといったね趣旨でございます。まあ、私ね、何を隠そう、笑顔が一番苦手でございますいつもキレてますからね。はい、キレキャラナンバーワンなんで、まあ今日も笑顔で入れるかどうかはわからないんですけども、とりあえず狙い台が前回同様オスサラリーマン番長の方を狙っております。無事確保できてね、そして最後まで笑顔でにこやかに健やかに終われるようになんとか頑張りますので、最後の方までご視聴の方よろしくお願いいたします。それでは今日も笑って一日過ごしていきましょう。いくぜ。笑う門には福来たる。はい、どうも始まりました。おはようございます、ナルミレイです。そしてナルミレイです。でもナルミレイです。はい、また3回言いました。覚えた？ナルミレイですよ。はい、はじめまして。そしてお久しぶりです。はい、というわけで、笑う門には福来たる in スロットスーパーゼクスさん、今回からね後半戦ということで始まります。前回ですね、いただきラッシュに入ったところで終了させていただきました。今回はスタートラッシュからということでね、非常に取れ高はあるであろう状況、やってやりますよ。何笑ってんだよ。なんだよ、もうすでに笑ってる人いますよ。笑い事じゃねえんだ、らしくない。やっぱりCS なんでねサイト 7TV さんですから、いいこぶってます。まだただね、残念ながら外がまさかの豪雨っていうゲリラ豪雨に見舞われております。まあただね、この天気に負けないぐらい私があのサラマンを荒らしてやりますよ。もうやってやりますよ本当に。まあ後半戦目標はね、ちょっと前半引けなかった絶頂、スラッシュ、フリーズ、まあそのね数々のちょっとどでかいものを引いて、もう皆様を大爆笑の渦に、大爆笑の渦だと私負けてるね多分ね感服させたいなと思っておりますので、後半戦もねもうバッチバチに決めてやります。ぜひとも今回も最後までご視聴していただぜひとも今回も最後までご視聴していただければと思います。それではオスサラリーマン番長後半戦、いただきラッシュからのスタート、本日もよろしくお願いいたします。カモン、いいよ、お弁当でも大丈夫。あ、ジャクチェリー中で、中で頼む。わーうわー、こういうさ、切羽詰まってる時のジャクチェリーにどれだけ助けられるかね、え、仕事してくれりゃいいんだけど、しなかったね。あと前半に何も来なかったです。チャンス目、チャンス目、はよ、まいった。取れ高を残しておこうと思って熟成させたことが結果終わってしまったかもしれない。熟成させすぎて腐ったパターンなのこれ。カノン、いやいや、ヨロレイヒーだなこれ。はい、313枚、何も起こらず笑顔、いいよいいよいいよ、しょうがないしょうがない、そういう時もある。ね、お店の中もかなりにぎわってますから、移動も結構大変な状況なんですよ。なのでなんとかしないと打感としては今のところ悪くはないんで、別にもうちょっと打ってもいいのかなって思ってるけど、なんじゃ。まあ、その天国準備の時でも A と同じゲーム数でフェイクが走る時があるから、正確には見抜けないんですけどね、1000超えるまでハマってくれないと。一番いいのは B のところでわちゃわちゃしだすことなんだけど、お昼ご飯
食べるとさ流れが変わるじゃない。悪い方に変わることが結構あるのよね。前半がいいと。こちらをご覧ください。でも今日のなるみは笑顔なんで、まあ、多分いい方に変わったんじゃないかなっていう強いプラス思考を持ってるんだけど、どうですか轟さん。たまには気持ちよく7、8戦出させてくれたってよくないか。最近9戦枚出したばっかなんだけど。たまにはね、こんなに好きなんだよ、おっサラリーマン番長のことを。上なら上でそろそろ上っぽい動きを見たいように感じますけど、今のところは特にこれといって特筆すべきいいところはないのよ。今千枚あるかないかぐらいなんで、もう下皿で完結させたい。なんとかいいんだ、天国にいりゃいい。これで上がってないとちょっと怖い。ちょっと追いかけるの急に怖くなるね。しかもこれ前兆始まっちゃったっぽい感じがするんだけど、すごくわずか4ゲームでクレープ分のメダルがなくなっちゃうよ。まだ上に半箱あるんで、まあ持つとは思うけど、結構早め早めにちょっと出玉がつく景気を持ってこないときつそうです。これで28、多分ここで発展しちゃう。ないよ、ここで蹴りをつけるのよ。杖だ、いやー微妙、燃えてればかっね、硬かったんですけど、もしかして勝ったわ。失礼、散々文句言ってごめん。4ゲームから始まってたとしても31ゲームなんで、まあ、ちょっと珍しいというかラッキー。はい、というわけで35ゲーム、これ天国ですね。ボーナス当選です。先ほどの強チェリーで当たったことによってちゃんとモードは動いていたと。となると、まあ悪くはない、本当に前回も多分話したかなと思うんですけど、下1とかってマジで動かないゲームほど何をしようが。あかんのだ。まあちゃんと反応はしてくれてるかなとは思います。あとはこれがねどう動いていくのかなっていう感じがしますね。はい、というわけで、赤7ちゃん、まあまあ、オッケー。たまにはこういうタワーブレも必要でしょ。おタワーブレも。